こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今日はですね、レコードプレイヤーを紹介したいと思います。これはね、先日、メルカリでですね1900円で買ったもの、送料込みで1900円なんで、ほとんど ただ1000円ぐらいってところかな。実際にね、この送料抜くとですね、1000円ぐらいで買ったっていうことですね。送料込みで、1900円で買ったやつなんですけど、これはねナショナルのこう IC って書いてありますよ。 IC ちょっと見るかな。これね IC って書いてありますね。ナショナル SF-321 って書いてあります。これ IC って書いてあるんで、トランジスタとかも使ってるのかもしれないけど、 IC を使った、集積回路を使ってる、ポータブルのプレイヤーだと思います。これもねちょっと動かしてみてですね、中を開けてみたいと思います。蓋開けるとですね、蓋のところにこれね、このシングルですね、シングルで使うこのアダプターがこの蓋についてます。はい、そしてですね、こんな感じでね、はい、これね、ちょっと動かしてみると、動かすっていうかですね、ここの後ろのところにですね、ちょっとね、後ろのところ、ここに、ですね、まあこれはジャンク品なんでね、動かないんですけど、ちょっとね、どんな感じだか、ちょっとやってみたいと思います。これ、電源コードもありますね。これはね、確かね、50Hz、これ50Hz って書いてあるね。50Hz、これ50Hz って書いてあるから、50Hz 仕様なのかな、ちょっとわかんないね。ここにはね、50Hz、50、60Hz って書いてあるんですよ、ここにね。だけど、こっちにね、50Hz って書いてあるんで、50Hz 仕様なのかもしれないですね。ということは、この、このターンテーブルを動かすのはですね、多分 AC モーター使ってるのかなと思われます。これね、ちょっと電源入れて、こうじゃない、電源ちょっと入れてみますね。そしてですね、これがねパワーになってますね。これはボリュームね、こっちがボリュームで、こっちがパワー。これパワーと45回転と33回転になります。これね、ちょっとこう、これ固定されてるんですけど、通常はここに置くんですね。ここに置いて、45回転動きませんね、33回転動きません。はい、で音の方どうかっていうとですね、すごいガリがすごいですね。こう音するかな。音はどうもそうですね。ちょっとね、マニュアルで動かしてみますね。マニュアルちょっと動かしてみたいと思います。これね、マニュアルでこれはぶっといてですね、ちょっと。針から音は出ますね。はい、ちょっと音はちょっと出ると。じゃあこれターンテーブルは回らないということですね。はい、じゃあちょっとねターンテーブルのところを調べてみます。ですね、これターンテーブル、これ取りますね。これゴムのやつね、取ります。そうするとね、これね、前にもこれと同じのをやったかもしれないんですけどね、これここね、こう止まってますね。これをグッとね、これ引っ張るとですね、外れました。はい、
そうするとこれが取れるはず。まあ、取れましたね。はい。そうするとこのようになってます。はい。このようになってます。ね、通常これゴムがね、結構傷んでるケースがあるんですけど、これちょっと、モーターが回りませんね。モーターが回ってないね。通常ね、このここのねゴムが硬くなって滑ってるっていうことが多いんですけど、これね、モーターは回るとここが回るはずなんですよね。これ硬いですね、モーターね。では、じゃあですね、次に、ダメなんでね、ちょっとね、裏返してですね、あれ？あ、ここか。これは、どうやって外すんだろう。ここどれかな。あ、これ外れますね。ここボリュームも多分外れるんだろうな、多分ね。はい、外れました。よし。まあ、ざっと修理してみようかな。ざっと修理っていうのがですね、まあ、動くかどうかわかんないですけどね。とりあえずね、ちょっと。また今度、ちゃんと修理しますけれども。これで取ってですね、ネジがないんでこの2つ取って、どうなんだ。これが開かないね。これが開きませんね、開きませんね。どうやったら開くんでしょうか。開きました、開いた、いきなり開いた。いきなり開きましたね。力ずくで開いた模様ですね、これ。お、いた。開きました。まあこれね、後ろこんな、こんな風になってますね。これスピーカーでしょ。で、いやーすごいね。これがね、AC モーター、AC モーターですね。はい、AC モーターで。これね、ちょっとどうだろう。ちょっとスピード、よいしょ。これで、これが多分、これが電源オンだと思うんですよね。そんでこいつがあれですね。こいつがこのアームを動かすとですね、これがここのところオンしますね。このスイッチね。はい。じゃオンして、これ止まるのかな。それで、これがやるとモーター回るはずなんですけど、回らないですね。何が悪いのかな。モーター系統が動きませんので、
モーター系統がちょっと動かないですね。動きませんので、わからないな。コンデンサーとかおかしくなってるかな。ちょっとダメですね。でも。まあ、この多分モーター系統ですね。これね、AC、これここ AC 来てますでしょ。で、ここでスイッチがありまして、あともう一つ、これがスイッチ。これにして。回らないね。そして。AC が、ですね、コイルでしょ。どうなってんだこれ。こっちからこっちに行ってますね。スピーカーでしょ。でこれが、これが。これがこっちの電源いってるのかな。そうするとこれ AC があって、コイルがこう回るでしょ。ちょっとよくわかんないんですけど、多分ですね、スイッチ類、多分スイッチ類は大丈夫だと思うんですけどね、これモーター系統がちょっとね、ダメなんじゃないかな。ちなみにここちょっと、ちょっと今回やめとこうかな。テスターで当たろうと思ったんですけど、ちょっとやめときます。もうちょっと調べて、じっくり調べてですね、やりたいと思います。多分ね、これね、モーターもね、かなりボロボロなんで、これ滑りが悪いのかな。でも、ちゃんと回ってるからね。回転がおかしい気もするけれども、ちょっとあれだけやってみようかな。ちょっと潤滑油をちょっと拭いてみようかな。ベアリングからも固くなってるのかな。ちょっと固い気がするな。柔らかくなってきたから、ちょっとどっちにしても、これよく掃除してやらないとダメそうですね。
動かないですもんね。動かないですもんね、なぜか。ちょっとちゃんと調べます。はい。ということで、また動くようになったらですね、また報告したいと思います。はい、ナオリンでした。どうも、ありがとうございました。失礼します。はい。こんな感じです。はい。はい。これまた直しますんで、はい、失礼します。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回はですね、簡単に直ったらちょっと動かしてみようかなと思ったんですけど、ちょっと、うん。もっと分解しなくちゃいけないんで、ちょっとね、今ね、まあ、年のせいでですね、ちょっとね、ウォークマンね、3台ほどですね、ちょっとね、どうしても直さなくちゃいけないものがあって、D6C っていうですね、ウォークマンプロなんですけど、それ3台ちょっと溜め込んじゃってましたね。2台は、回路系ですね、駆動、テープの、モーター駆動回路系がですね、どっかおかしくなっちゃって、もう一つは多分メカというかゴムとかですね、その辺の、メカ的なものだと思うんですけどね、その3台をですね、ちょっと今年中になんとか、やっつけてしまいたいと思ってますんで、今回はこれね、ちょっと買ったばっかりなんで、ちょっとね、どんな感じかなと思って開けてみました。はい、どうもありがとうございました。ナオリンでした。はい、失礼します。